やっぱいいな。だいぶ着せ替えが進んできたぞ。やっぱりね、運動するのにね、モチベーションの維持ってのが一番大事だからね。トレーナー選びは大事よ。まあその一方で1週間に1回ぐらい体操の先生に見てもらってるけど、そろそろ来るはずなんだけどな。あ、来た。なんで寄せてきてんだよ。杉田智和アジルスチャンネル。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。年賀状にお餅の食べ過ぎに注意しようって書いてくるやつ、はい、絶対一人いたでしょ。いそうで、絶対に1月1日に律儀にくれるやつってのがいてね。もらいましたね。ところがどっこい、杉田君は今書いてるんだな。もう1日の午後に届くのよ。はいはいはい、地元の親友から。なるほど、すっげえ律儀なやつだから絶対1日に届くの。もうあの人じゃないですか。そうだね、君をよく知ってる人なんだけど。はい、なので次に杉田君が取った行動は自転車に乗って年賀状を直接爆弾シュートしに行くっていう。郵便局じゃないんですね。だってほら、あのスタンプ押さないから。あ、なるほど。それ合わなかったんですか。いや、入れるときに当然分かるから、まあ、田舎で目立つし人がいると、ええ、お、何やってんだよって言って、お、そう、猫ちゃん直接持ってきたお、って言ってという正月の思い出はこの辺にしてですね、はい、今回はイマジニア様からお話をいただいて、あの僕は普段あのフィットボクシング2というゲームで体を鍛えてるんですが、そしたら公式様がフィットボクシング2が1周年を迎えたということで、いろいろキャンペーンを打ちたいという、まあ、その中でですね、アジルスチャンネルと何かできないかっていう話がマジで来て。なんで選ばれたんですか。わからない。俺にはわからない。多分、はい、あのジムとかって基本強そうな人ばっかりじゃない。もうなんか、まあ、レベル高そうですよね。そうだよ、昔もう何度でも話すよ。ジムの初心者コースっていうね、ヨガのクラス行ったら、はい、みんななんか布面積が薄い格好で専用の変な座布団持ってて、あとはもう本当にダルシムみたいな先生が入ってくるんじゃないかと思ったら、やばいんだっつうのね。それくらいレベルが高いから、これくらいのちょっと不健康そうな中年っていうサンプルが多分大事なんじゃないかな。そこ、なるほど。こいつにだってできるんだったら、みんなもフィットボクシング2できるよっていう。あ、それは確かに、でも説得力ありますよね。それは確かにつかないな。まあそうだよ。ああ不健康だよ、うん、本当に不健康でしたからね。本当だよ。、うん、でも一緒にね、まあ、体を鍛えるようになって多少マシにはなったんで。イエスイエスイエス。で、なんで体操の先生かっていうのは、はい、イマジニア様よりいろんな企画の案が書いてあって、はい、そのトップに、はい、トップに、うん、アジルスチャンネルにおいて、はい、体操の先生様をお招きし、ガッチガチに固い企画書なのに体操の先生様っていうパワーワードがあって、めちゃくちゃ笑ったのね。それで終わったんですね。そうだよ。じゃあもう叶えるしかねえわと思って、うん、もうやるしかねえわって。まあ急に連絡飛んできましたからね。そうだね。撮影できるみたいな感じの。そう。なので今日はフィットボクシング2はね、1周年ということで、まあ、僕は初めて3ヶ月程度の初心者フィットボクサーではありますが、皆さんもぜひともね、始めるきっかけになればと思います。では本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。アジルスチャンネル。フィットボクシング2は僕はあの1週間に4回ぐらいですかね、あのデイリーという形で、まあ、約30分から45分トレーニングを行っているんですが、それだけできれば、うん、そうだね。あとはあの個性豊かなトレーナーさんいらっしゃいますけども、ね、いろんなタイプがいるから、はいはいはい、そう、ね、なんか力強い人もいれば、え、基本的に力強くないですか。そうだね、基本トレーナーっていうカテゴリーはそうだから。、はい、あとはまあ基本みんなちょっとその攻めというか、うん、あ、あの厳しめ、まあ、簡単に言うとまあ厳しい、厳しい、ね、笑顔で厳しいことを言う人もいるし、熱く厳しいことを言う人もいるし、しれっと厳しいことを言うのが一番来てるなって、まあ、そうなると僕はモチベーションが維持されるんだけども、あ、なるほど、頑張るぞってなるわけよ、はい、今回はあの初めて見る方も多いと思うから、はいはい、うん、こういうゲームですっていうのが伝わればいいかなって。あ、なるほど。デイリーだと最初にあのストレッチから入って、まあ、主にこういう、まあ、右からこう、はいはい、こうやって伸ばしていくとここ伸ばしますね、ストレッチパワーがここに溜まってきただろうってね。言われるんですか。いや、あのストレッチマンだ、ストレッチパワーだ、うわっはっはって言いながらこうやってこう、うんって。楽しそうですね。いいでしょ、いいでしょ。楽しくストレッチできない、うん、そうそうそう。で次がダンベル何キロ持てるだから、次にコラボしてほしいの。こうやってこれで、はいはい、
体の横を伸ばしていただいて、背中と胸を、あとアキレス腱ね、大事、大事ですね。これだけでもいいんだけど、自分で他にもストレッチを足したりとかするのね。あ、はいはい、ゲームを始める前に、筋トレしてからフィットボクシングしたりするから。あ、なるほどなるほど。だからあの体操の先生に、なんかこれ以外にもなんかこうおすすめのトレーニングがあったら教えてほしいな。あ、そうですね、トレーニング。でもまあ、あのフィットボクシングをやられる方ということなので、うん、まあ、立ちながらじゃあトレーニングするメニューを紹介していきたいと思います。お願いします、はい。まあ、あの基本的に有酸素運動をする前に、まあ、筋トレさえしていただければ、うん、あの脂肪の燃焼効率って上がるんですね。ほうほう。なのでなるべく筋肉を痛めないでください。いいですか、okay。 ではまず胸のトレーニングやっていきたいと思います、はい。まず足を肩幅にしていただきまして、では手を胸の前で合わせていただきます、で合わせたまま手のひら同士を押します。押したまんま、これを8秒、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、じゃあ休憩です。今胸に力が入ってるの分かりますか、これが胸のトレーニングになります。これだけでいいんだ。これだけでいいです。収録のテストが終わったら、はい、こうやって席に戻ってずっとこうやって鍛えてればいいんだ。そう、まあいいですよ、あの本当にできますからね、どこでも、できれば、まあ、2セットか3セットやっていただきたいと思います、で次今胸をやったので、背中のトレーニングをやっていきたいと思います。まずですね、じゃあ左手90度に曲げていただきまして、こう体の前に当てていただきます。こう、はい、で当てた時にこの拳が一つ体の横に出るようなイメージにしてます。これだとなんかゲートキーパーズみたいな。あ、いや、これだと進撃の巨人になるけど。確かに心臓騒げちゃう。こうだよな、こうかな、こうかな。怒られますからね、後で。はい、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 すいません。この拳を逆の手で握っていただきます。はい。で、握った拳を後ろに引きます。あ、結構伸びるね、これ。ですです。伸びるというより、この拳を引いた時にお腹の横につけるようにしてください。斜めに引くイメージですね。そうすると、背中に。あ、来てる、来てる、来てる。来てますよね。これも力を入れたまま8秒。1、あ、来てるね。2、3、これ来てない。熱い熱い、背中、背中熱い。背中熱い。8、これ熱くなりますよね、すごい。これ背中のトレーニング。背中熱い。ですですです。じゃあ逆もやりましょう。はい、逆も曲げていただいて、体の前に当てて拳を一つ出す。で、手のひらで斜めに。斜めに後ろに引く。熱い熱い。肩甲骨のここが熱くなる。左だ左だ。なるほど。熱い熱い。熱い。熱い。5、すごい熱い。7、8、はい、OK です。これが背中のトレーニング。これもあの2セットぐらい、まあ、2セットから3セットやっていただければ簡単にできて、手軽にできてちゃんと効いてるな。もうあのフィットボクシングやろうと思ってる人って、まあ、多分もう立ってると思うんで、こういうトレーニングがあるといいかなとは思います。 OK、 じゃあ次お腹のトレーニングやっていきたいと思います。ではまず先ほどと同じようにちょっと手を曲げていただいて、ちょっとお腹を押さえていただきます、はい。押さえた状態で右足上げていきましょう。これオグリキャップだ、これ。あ、いやいや、すいません、はい、こうやってね。そうですね、まあ、大丈夫ですよ、はい、はい、OK、 足を上げていただいたら、足を上げる、はい、逆の手を膝の上に乗せていただきます。ほう。で、体重をかける。あ、来てる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 、膝を下げないように。オグリ来た、オグリ来た、オグリ来た。競馬じゃないですね。これも1、2、3、4、5、6、7、8、OK です。これもあのお尻の部分とお腹の部分に効かせるトレーニングになります。結構大変だぞ。これ逆側もやってみたいと思います。分かった分かった。では押さえていただいて、上げていただいて、乗せる、はいはい。もうお腹を丸めて体重をかけていただく。おお。まあ、特にバランスするのが大変なので壁とかに手をついていただいてもいいんですが、こうかな。そう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 。で、体重をかけて足をそう上げたまんまです。今多分ここ来てますよね。来てるよ来てる。1、2、来てる来た。3、来てる来てる。最終コーナー 200m 7、8、 OK です。後で怒られるのは自分嫌ですよ。いやいや大丈夫だって。大丈夫です本当に、はい。今のがお腹のトレーニング。これも2セットから3セットやっていただけると、あのお腹に効きますので、ぜひやってみてください。なんかすでに息が上がってきたんだから。これからやりますからね、有酸素の。もちろんだよ。はい、では次、最後に足のトレーニングやっていきたいと思います。まあ、あのフィットボクシングといったらやっぱりウェービング、まあ、こういう動きもありますよね。まあ、そうです。スウェーだね。スウェーと、まあ、ここだね。避けるための、そういうのがありますので、こういうふうに、まあ、それにちょっとあのちなんだものになるんですが、ではまず足はまた肩幅に開けていただきまして、はい、そうですね、この状態、で手はもう腰に当てていただきます、はい。で、右に1個マザーの敵でいたよな、これね。スターマン
いましたね。分かる人なかなかいると思いますよ。あれは有名だからな。有名ですかね、うん、はい、じゃあやっていきましょう、はい、はい、でこの状態から右足を一歩外に出していただいて、そのまま沈みます、うん、膝を沈みます。この状態から戻して、伸びてる伸びてる、元の位置に戻ります、はい、で逆、あ、伸びてる、なんか深川亮さんみたいな。え、君ち割り箸も洗うの？え、君ち割り箸も洗うの？まあそれとトレーニングできたらいいですよ。ててて、はい、っていうのがサイドスクワット。これも 1,2,3,4 で戻して 5,6。 おー、来てる来てる来てる、あー、来てる来てる来てる。これも続けていただきます。深川亮さんいつも大変だったんだな、これ本当に辛いですよね、この格好は。あー、おー、というのが、まあ、下半身のトレーニングになります。まあ、この4種目ですね、もうできないってなるぐらいまでやっていただいてもいいですし、まあ、基本的にもう2セット3セット全部やるだけでも3分ぐらいで終わりますので、そうだな、ぜひともちょっと皆さんにやってもらいたいと思います。これで体を温めて、はい、この後実際にフィットボクシング2の、ね、本編の方をやっていこうと思います、はい、よし、よろしくお願いします。よろしくお願いします。アジルスチャンネル、よし、じゃあせっかく、はい、最近追加された新トレーナーのガイで行ってみよう。どうもガイ、よろしく。もういい声、かっこいいですね。いい声、え、なんかガイ先生なんか面白い格好できないかな。これは後で、まあ、ゲームをやり込んでいくとカスタムできるからね。フリーでやっていこう。はい。声がいちいちかっこいいですね。本当だよな。じゃあ、初級コンビネーションの1を。初級コンビネーション、まあ、やっぱりそうだ、鬼っていうのがある。あ、ありますね、なんか一番右にやるんです。あの早見さんの描く猫みたいなのがあるから何かなと思ったら、あれ鬼だと思って、はい、猫ですって言ってる、あれ鬼にしか見えない。じゃあまず軽く初級コンビネーションの1からやってみようか。そうですね、鬼はね、この後じゃあ本当にやろう。お、開始開始、頑張れよ。本当いい声だな。いい声しますね、うん、これは頑張れる人が、そうだね、そうですね、うん、声だけで。だ、本当にトレーナーが変わるとゲームの雰囲気もすごい変わるから、うん、それはいいですよね、うん、左アッパーのコンビネーションがメインのエクササイズだ。かっこいいすぎる。いい声。同じ腕で連続してアッパーを打つ、一発一発腰の回転を意識し、これ絶対違うアニメ始まりますよね。いやいやいや、それじゃあ始めるか。いいな、でも戦闘開始みたいな感じ。そう任務了解。こうやって、ミルイカさんの曲はこうやってるやつだよ。任務完了。任務了解よ。お、こういう画面で。テンション上げていくぞ。よし。なんか、まずは基本姿勢。構え、少林拳法の癖が抜けないんだよ。ボクシングこうなんだけど。あ、そう、そうですよね。あ、でも一応説明させてますね。うん、あ、あ、本当はこうなんだけど。本当勝利ですね。もうなんかリズムに乗れてないんだよ。1、2、1、2、前、後ろ、前、後ろ。このリズムでいく。はい。トントントン、ブタブタブタと。違うんだな。キジマ。よいしょ。キジマ君いつもごめんね。キジマ。よいしょ。これあのストレス解消するために喋りながらやるんですね。そうだよ。呼吸が大事だから。シュッ。アッパーこうね。ああ、なるほど。グッドだな。はいはいはい。ひねってね。アッパーを足す。足す。連続で。なんで2連続なんだろうな。することあんのかなと思ったら、ツイッターで、はい、状況によってありますってプロからレスポンスがあって。プロから来たんですか。そう。現役の方から状況によってありますって。見たいそこ。ちゃんと相手の顎を越えて想定してみないと。これです。目指してるとこ違いますからね。倒しに行くんだよ。これあのエクササイズですからね。そうだよ。まず。めっちゃ今本気ですけど。本当に勝利。上半身だけで打つんじゃないって。そうですね。腰のひねりがあるんですね。まあ、ね、どっちもね、打った後引いちゃう癖があるんだけど。それも、はい、癖の一つなんですね。こうか。はいはいはい。それだ。いや、いい声でそれだって言ってくれますね。本当だよな。こうやって腰を入れて、腰を入れて、息を入れて、息を止めない。Yes, yes. 手の位置も本当は上のまんまにした方が消費カロリーは上がります。なるほど。なんか最速風神拳みたいになってくるな、こうやってアッパー連射するとな。なんか格ゲーみたいになってくる。そうだね。よいしょ。いや、今コンボでいいですね。ほい、ほい。あ、ジャスト、今1回グッと出ましたよ。虹色のジャストに変わったろ。ちゃんとなってますね、タイミング合ってる。
こうやって前に出る。なんかストリート意識してません？いやいや実践じゃねえよ。実践こんなね綺麗に動けないです。なるほど。何の話で？これエクササイズなんだけど。あ、これミス。あ、ミスがあったらちょっとこれ罰ゲームですね。僕のなんかお菓子。なんでだよ。なんで高波のカロリーになるんだよ。いやカロリーやっぱり欲しいんだ。よし、OK だ。リズムに乗ってきたな。仕草かっこいいですね。いやめっちゃかっこいいよ。さっきやってくれてる。あ、そうですね、今言ってくれたんですけど、全身リズムとリズムを大げさに取るともう脂肪燃焼効率も上がります。なるほど。まあ疲れますけどね。もちろんだよ。これ、これね。そうです、そうです。なんかジークンドみたいになってますけど。いや今意図的にそういう動きをしたんです。違う違う違う。いや、そう、左ストレートがやった。ジャブを戻しながら下半身だけで打つんじゃねえぞ。目の前に敵が飛んだイメージが。だって上半身だけで打つなって言うんだよ。こうだよね。そうそうそう。腰の筋肉が鳴っているんですね。イエスイエスイエス。相手の動きもちゃんと見ないと。そう、自分はその相手見ないんですけどね。いや、しかも喋りながら今ほとんどジャストでした。豚、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 トントントン。豚。ブタ。今ひねってアッパーって言ってたでしょ。トムブタとか言ってたでしょ。木島。これあれですね。ほら変なこと言ってるからグッとなった。俺は関係ないだろ。今結構疲れてません。そうだよ。この後ありますからね。鬼がな。鬼が。今ね喋れてるだけちょっと余裕がありますけど。そうですね。はい、小技出ますね。そうだね。お、なかなか。お疲れ。お疲れ。サンキュー。会話しないでもらっていいですか。このアクションはなかなか様になってますね。手本になるレベル。まあ結構本気で殺しに行ってましたもんね。ね、お手本になるレベルですって言ってくれるんだけど。いや、その褒め言葉が嬉しいですよ。なんかガイさんが言うとまた印象が変わるな。じゃあ結果発表だ。でもいい声でね。いい声で言ってくれますもんね。来るのは、ね、大事なんだ。ミスが1って書いてありますからね。やめろやめろ。ちゃんとちゃんと知ってるよ。お菓子1個ですかこれ。わかった。お、新しい人入荷したっすよ。規制会ができる。なんかちょっとこう へそ出しとか着せようぜ。ありますかね。なんかこうタンクトップなんだけど、ね、はい、ここも空いててエッチみたいな字になるやつ。それ多分許可しないと思います。ダメか。ダメだと思います。ダメか。あとなんかこう貝殻で隠すやつ。それは多分、うん、ダメか。ダメだよな。俺はガイさんまんざらでもない格好だよ。あ、本当にもうこんなこと言ってますもんね。どんなものでも着こなしてみせようって感じだから。これ絶対に当てることですからね。かっこいい。嘘でしょ。俺初鬼やんの。初。これでいいんだな。鬼ですね。いいです。これでいい。確認取られましたからね。いいです。どうなっちゃうんだろう。コンビネーション1みたいにちょっと話しながらやれたらいいですね。多分黙ると思う。じゃあ始めるぞ。じゃあ始めるぞ。まずは正しい構えでリズムを取れ。1、2、1、2、2、前、後ろ、前、後ろ、前、後ろ。基本姿勢は大丈夫だろう。 OK。 まだここまでは。最後までしっかり足腰使えよう。はいはい。そうですね、大げさにやると疲れると思います。はい。切れよくタイミングよく打てよ。お、こうか。力。いや笑い声いいですね。フっていうだけでかっこいいからね。いやもう次のトントンポイントが自分が気になったんですけど。そうだね。こうか。これ寄る前で最も近いの。そうだね。だんだん黙ってきたでしょ。まだ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 行きます。まだ行きます。だからまだ13分ありますよ。え？豚豚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 楽しみながら殴ってます。いや、あの、はい、だらしない体型だったことの自分を思い出して。なるほど。こう恐竜拳ってなって。一回転したい。いやでもそういう風にね、あの好きな格闘ゲームのねキャラに合わせた技をやってもいいんじゃないですか。ああ、まあね、家では普通にやるよそれ。かっこいいですからね、うん、あと8回いくぞ。来ました。お、出た。8回いくぞ。
やすやすやす、そろそろ全然動き違うあの疲れてくるからね、集中力がドゥンドゥンドゥン、これ禁止マット、敵はもう前が見えねえ状態です。よしよしよし、あ、まだ続いてる、よしよしよ、これは、はい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 、まだいける、あ、ブタブタブタ、あ、もう疲れてる、疲れてますね、もう疲れてますね、もう反応できないもんあ、でももうあの半分ぐらい来ましたから、何分ですか、次スイッチするとき俺のタオル投げてタオル、そうですね、なんかあのジョジョのやつがあるから、テンション上げろもう いつも家でどうやってるか分かっちゃったじゃないかいや、あのこういうのね、一人でできるからいいっていうのもありますから、あ、間違えた、いや、いいですよ、いいですよ、動き続けられてるのが一番いいです、こう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 、止まらない止まらない、まずいまずいちょっとミスってきましたね、手抜いてんじゃねえだろ、言われてますよ、ちょっとテンション上がります、大丈夫大丈夫、あと3分です、頑張ってください、ここから本番ですって、分かってるよ、いいでしょうこれ鬼だわ、確かに頑張って、はい、そう、リズムね、しっかりとってください、腕もね、下がり気味になってきてるんでね、ちょっと上げてるといいですよ、人に見られるとこういうことが分かるんだなあと2分、頑張って、こうやってこう、そのオリジナルの動きで疲れてますね、一歩ね、こうやって、はいはい、あ、まあ憲法の動きだけど、はい、はい、なるほどね、こうやってすり足で全然違う動きしてる、でもジャスト頑張ってやりましょう、これ得点次第でなんか罰ゲームですからね、おお、ちょっとやめてくれよ、お、画面がちょっと黄色になりましたね、時間が、余計なこと考えなくておりますよ、本当だ、余計なこと考えてるからなこう発生なくですもん、こうこういいですよ、こうこうこう、あ、タイミングが出てる、ちょっと集中集中集中、こうこうこうイエス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 、こうこう、ちょっと手打ちになりにくいですね、そうだけど、それは多くても前々はいいですよね、疲れますよ、逆突きをちゃんと、逆突きって言った憲法じゃないですかこう、いや、これは運動量がすごいな、鬼は初めてやったけどすごいな、汗だくになりますね、こうラスじゃないですか、これ逃げたい気持ちに甘えるなってさ、いい言葉だよ、カロリー消費スコアが見えますからね厳しい、あ、そう、球大天気、厳しい、さっきは褒められた気がするのに、厳しい、でもいいかっこいいからな、じゃあ結果発表、結果発表いかがですか、はい、あ、ミス僕やったぜ、やったぜじゃねえよ、25分、嘘、そんな若くないだろ、いいの、今回のアクション成功率はこんな感じだ、お、成功率パーセンテージ高いだろ、こういうの出るんですね、すごい、お疲れ、ありがとうというわけでフィットボクシング2、簡単にと言いながら鬼モードで遊んでしまいましたがいかがだったでしょうか、いやー、すごい大変そうでしたけど、でも大先生が励ましてくれるんだよ、それでっかいですよね、でかいでかいでかい、いい声で励まされるって、そうモチベーション上がりますよ、だからもっとね、はい、まあ、いろんな需要に応えるために、はいはい、こんなトレーナーがいたらいいなってずっと打ちながら考えてたんで、お、どういうのがいいんですか、まずは強キャラのじいさん、強キャラのじいさん、なんかギース・ハワードみたいな筋骨隆々のおじいさんが出てきて、まあ、かっこいいですからね、あの強いおじいさんみたいなね、わしを年寄り扱いするとはな、愚かなって、まあ、あとはいい加減なおじさんみたいな、はい、いい加減おじさん、そう、じゃあ僕はここで見てるからそれあの声がもう特徴的なんですけど、あとよろしくって、ね、本気出しちゃおうかなって言って俺かっこいいと思うよ、かっこいいと思う、なるほど、うん、絶対海外から帰ってきたみたいな声してるけど、まあ、分かりやすいですからね、声の特徴が、あとなんだろう、あとサイボーグかな、サイボーグ、サイボーグ、サイボーグ、トレーニングを開始しますっていう、あ、感情表現は基本何も映ってないんだけど、はいはいはい、ヘルメット型の、あの
スクールアイドル同好会の子みたいになんかこうアスキーアートみたいなポンってつくの。ああ今笑ってんだみたいな。なるほどなるほどなるほど。前後ろ前後ろ。おお、ガルガンティア、うん、ガルガンティアって言うんじゃねえよ、それは俺だからだろ。そうです、何なんだよ。、うん、というわけでそんな感じでね、はい、皆さんもフィットボクシング2、まだまだ参戦するのにこういうエクササイズ系はあの時期早い遅いないんで、思い立ったら始めるんです。そして体に定着させてトレーニングを維持していきましょう。体型維持と同じね。まあ、今日はね、高波さんも、はい、そしてイマジニア様も本当にありがとうございました。ありがとうございました。すべてのフィットボクサーに感謝します。チャンネル登録よろしくお願いします。